皆さん、こんにちは。2014年のドラマ「昼顔平日午後3時の恋人たち」にて健太郎名義で役者デビューを果たし、学校の怪談、俺物語、スカーレットなどに出演、今日から俺はの出演を機に世間に名が知られるようになり、人気俳優の仲間入りを果たした伊藤健太郎さん。しかし2020年10月、伊藤さんは東京都内で乗用車を運転中にバイクに衝突、そのまま立ち去ったとして、自動車運転致傷処罰法違反と道路交通法違反の疑いで逮捕され、その後不起訴となりました。今回は事故の後、生活の変化、交際していた山本舞香との関係など調査したのでご紹介していきます。最初に伊藤さんのプロフィールをご紹介していきます。伊藤さんは中学生の時から芸能活動を始めており、高校3年間も芸能活動を継続しています。また意外にも高校入学直後は喧嘩ばかりしていたとインタビューで語っています。中学から高校に上がるタイミングに一番喧嘩が多かったです。中高一貫の学校で、僕は中学からだったんですが、高校から入ってくる人たちとの間にちょっと壁があってバチバチしていて、僕が一番嫌いなやつがいて、いつも喧嘩していたんです。ところがその同級生とはその後に打ち解けて一番仲が良くなったとも述べています。その一方で高校時代はバスケットボール部に所属して部活動にも打ち込んでいました。中学1年から高校2年までバスケ部に所属していたので、学生時代は部活一筋でしたね。高校2年の頃に俳優の仕事を始めてから徐々に部活へ行く回数が減ってしまったのですが、それまではバスケと友達との遊びを繰り返す毎日でした。また体育祭では応援団長を務めるなど、学校でもアクティブに活動しています。そして伊藤さんは高校2年生の頃から芸能活動を本格化させており、モデル、俳優の仕事が多くなります。また清水翔太さんのスノースマイルのミュージックビデオに出演しています。ちなみにこのミュージックビデオで伊藤さんの相手役を務めているのは人気女優の小松菜奈さんです。さらに高校時代に俳優デビューをしていますが、初めて受けたオーディションは蜷川幸雄さんの舞台のもので、当時は軽い気持ちで準備もせずに受けたことから不合格となっています。お芝居のオーディションを受けてみないかと言われて、それは蜷川幸雄さんの舞台のオーディションで、モデルを始めた時と同じぐらいの感覚で楽しければいいかなと軽い気持ちで言ったら、これが大失敗でした。伊藤さんは他の受験者の熱意に圧倒されたことや、オーディションの不合格が悔しかったことなどで本気で役者をやってみたくなったとのことです。高校2年生の時に出世作となった昼顔で俳優デビューを飾っていますが、当時は役作りということさえ分からずに撮影中は怒られ続けたと話しています。そのため自分が納得するような芝居をできるようになりたいと強く思い始めたと語っており、このドラマへの出演は伊藤さんにとって大きなターニングポイントになったようです。高校卒業後は俳優活動に力を入れ、活動の幅を広げています。人気作品に数々出演し、人気俳優の階段を上り始めていましたが、2020年10月に東京都内で乗用車を運転中にバイクに衝突、そのまま立ち去ったとして逮捕されてしまいます。このひき逃げ事件をきっかけに伊藤さんの人格バッシングがヒートアップしています。事故の時に運転していた車は国産車が700万円ほど、また自宅は東京都内の超一等地に立つタワーマンションでした。彼の部屋は最上階ではないものの、かなりの高層階にあり、家賃150万円の都内一等地のタワーマンションに住むなど、若くしてかなりのお金と名声を手に入れてしまったことから、慢心している、天狗になっているとの声が後を絶ちません。さらに事件と関係ない演技力まで下手だったと書く記者もいます。ひき逃げ事件の被害は伊藤さんだけでなく家族にまで影響しています。伊藤さんは芸能タレントのマネジメント、キャラクター商品の企画販売、海外の芸能タレント、音楽家、映画監督、脚本家、演出家、スポーツ選手、文化人等の招聘を制御にする会社を起業し、その取締役に伊藤さんが就任し、母親もその手伝いをしていました。そのため一家としても経済的に頼らざるを得ない状況になっていたようです。
芸能活動に重きを置いている会社でしたが、取締役の伊藤健太郎さんの芸能活動生命がほぼ途絶えてしまった今は、この会社も倒産するほどの大ダメージを受けています。伊藤さんが所属していた事務所の損害もとても大きいようです。伊藤さんの CM 出演料は年間契約の場合1本3000万円ほど、老若男女を問わず知名度も高く好感度も高かったため、クライアントからの依頼も多かったみたいです。 CM が10本前後あり、今後の影響を考えれば所属事務所の損失は7億9000万円と言われています。伊藤さんは新情報セブンデイズニュースキャスターの取材でこのように語っていました。規模的には約8億円のお話になってくると思います。本当によりさらに自分が抱えていたものの、背負ってたもののでかさに気づかされたというか、これだけのものを自分は背負っていたんだと改めて思いました。返済方法については働いてって感じですね。とにかく今は謝罪行脚中であるんですけれど、ご迷惑をおかけしてしまった方には全て話していただいていて、自分のことを求めてくださる場所だったりとかがあるのであれば、そこに全力でやっていきたい。伊藤さんの反省が伝わってきますが、ネットの声はそれに反して厳しいものが多かったです。一部紹介します。とにかく事故を起こして逃げるというのが最低。謝罪、言い訳の間違いでしょ。これで反省してると言われても、この世界は一度そういうイメージがつくと払拭するに多くの時間を要します。さらに俳優活動だけでなく、プライベートにおいても生活の変化がありました。女優山本舞香さんと2019年秋頃から交際されていましたが、約1年後の2020年10月に伊藤さんが起こしたひき逃げ事件後、間もなく2人は破局しています。伊藤さんのひき逃げ事件後も山本さんは伊藤さんを支えるつもりでいましたが、周りのアドバイスから山本さんのこれからの女優業のことを考え、破局を選んだようです。伊藤さんと山本さんは交際当時、お互いとても仲が良くオープンな交際だったようで、伊藤さんもプライベートではいつも山本舞香さんとの指輪を左手薬指にしていました。そのことから結婚を考えた本気の交際だったようです。しかし破局後は2人の左手薬指に指輪はありませんでした。そして今回2021年8月に山本さんがまた左手薬指に指輪をはめていたという報道がありました。このことから山本さんはまだ伊藤さんのことを思っている可能性があり、復縁の可能性はあると言えます。いかがでしたか。ここまで伊藤さんの経歴やひき逃げ事件のその後を中心にご紹介していきましたが、多額の損害賠償を返し、失った信頼や取り戻すのは時間がかかるとは思いますが、確かな演技力を持っている伊藤さんなので、テレビやドラマで活躍する姿を見てみたいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。